ジアムの第3試合には八重山商工の剛腕平良海馬が登場。自慢のストレートは昨日も151キロを計測。力で首位打線を抑え込みます。しかし5回裏、ランナーを3塁に背負うと痛恨のワイルドピッチ。この1点が八重山商工に重くのしかかりました。守備のエース内藤正弘の前に8回までわずかヒット3本と抑え込まれ、どうしても点を返せません。9回最後の攻撃、ワンアウトから3年生福本龍馬がツーベースを放ち、土壇場でチャンスを作ります。その後ツーアウトながら2塁1塁とし、同じ3年生西健達樹に全てを託します。今大会最速エースの夏は初戦で幕を閉じました。